クラフト&ゲームアトリエ造形の王様。さて、それでは急遽なんですけども、4000超えの方とまたマッチングしたということで撮影していきたいと思います。ソウルチの方が約1000、僕が上回ってるんですね。ちょっと私は苦戦してまして、武田外じゃない、もう一回。うわ、めっちゃ外、もう一回外来るんかなね。うちに僕なら入れたいかな。お、外、サークルチェンジ。レートがね、戻せない。3900まで行って、そっからまた負け続けてですね。カットボール、うわ、かなり外系の変化多いですね。優しく当てたよ。そうね、まあ、うち全然打ち入れてけえへんねや。すごいな、潔がいいな。じゃあもう外で。うわー、深い、すごいな変化量。さあ、僕は誰にしてたんかな。あ、高橋ですね、中日。阪神対決や。これあれですね、お互い阪神好きやけど持久弾を当てれてない状態ですね。あ、走らない。塩見走ってくるかな。柳田、ちょっとでもレート高い人やけど、なんかゴリゴリ課金じゃないんじゃない、そのソウル値的にね。全然もうあれですけど、ゴリゴリの人でもいいですけどね。面白いから、いろんな選手見れて。さっき最新の青柳と対戦したんですよ。一瞬で負けました。あれは、本当はね、撮影したんですけど、あまりにも一瞬だったんで、ちょっともうやめとこうかなということで。本当に手も足も出なかった。わ、いいなぁ、4番阿部。あ、すごい、4番阿部って3000台なんや、ソウル値。いや、いいなぁ。よし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 。丁寧に丁寧に。ちょっと外目で。そう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 。いや、いい、いや、今のはいいコース。仕方ないですね。あ、来ないね。テスラも一回同じとこに、今度、うわぁ、よかったよかったよかった。何に見えたんかな今の。逆に相手がもさやから読めないですね。配球変えてくるんじゃないですか。来ない。スクリューか。これをもう捉えに行くのが命題ですね。あ、いや、サークルチェンジどう。あ、ストレート入れてきた。139のストレートを配球の中に混ぜてくるところが、やっぱり引き出しが多いですね。さあ、今サークルチェンジで出したんかな。でも合ってたのに、外の球やからちょっと早かった。シュートで、まあスクリューでしたね。ただ打ち方が下手なだけで。スクリューやったね。今のもっと引きつけて打たんと。まあでも、そうか、流してる方向ではあったから、仕方ないのかな。坂本ショート。よしよしよし。本当に一緒やな。阪神の選手当てれてないんやな、きっと。さあ、頼む、ストレート。よし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 。いや、意外と上位やのにこの人読み打ち系という、すごく勘がいいんやろな。ほとんどね、上位の人っても反応打ちで当ててきはるから、この見送りっていうのがほぼないですよね。このスライダーどうですか。このスライダー。あ、うわ、すごい。一塁が嘘みたいなジャンプを。
山口ロッテかな。あー来ないね、この人釣れないな。ねえ、カットボール抜いてみるか一回。どう？うまっ。確実にミートしてきた。すさまじいミートだったからこその返球早かったですね。よし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 。縦スラ、縦スラはなかなかいい球やな。素人向けやな、私みたいな。スクリューですよね、絶対ね。あれをどう打つかなんやけど、なんとか。まあサークルチェンジャーね、次に多い球が。あ、出たよ。下位打線が。ストレートでしょ。次。順番で言ったら3番目は。合ってた。全部合ってたのに。ちょっと。全部合ってた。うわぁ、痛い。痛いなぁ。サークルチェンジ。うわぁ、シュート。ストレートよ、かい。キャッチャーというのは今、日本のキャッチャーは打たんな。シュート。うわ、階級変えてきた。変えてきた。いや、スクリューやな。あ、もうすごい。すごいぞ。いいぞ。読みが当たってる。あ、読め。サークルチェンジ？うわー、カーブ。あの、頭疲れてたから助かる。うわー。ツーシーム。外いっぱいツーシーム。違う、長身か。外ツーシームに僕はやられてきてます。うわー、長身か、頼む。うわー、よく走った、よく走った。手を出すと見られたかな。長身かしか投げてない。これを、これを待ってたんやけどな。ちょっと高めからは手出す勇気ないな。超シンカーですよね、多分ね。超シンカーでも入らへんからな。うわぁ、それ、そういうパターンもあるわな。あかんわ、そらあかんわ。もう頭にない。さっきの、武田の時から巻かれてた種ですよね。片側にしか配球しないから、まあ、超シンカーね、シンカー方向に来るもんだろうと思って。これはね、変えます。うちの圧倒的エースを出します。ただスライダーを投げるだけの人。いや、悪口じゃない、悪口じゃない。これだけで抑えれるんですよ、この人は。だってこんなとこからボール球になるって誰も思わないでしょ。ほら、いや、当ててきたわ。そうか、マジか。マジですごいな。本気の采配ですからね。いきなり1球でね、下ろして伊藤をうちの一番エースに変えてやから、これ以上ない本気で挑戦して、ノーアウト1塁2塁よ。あー、振ってくれへんかな。でもノーアウトって俺振るけどな。で、これもう一球行くんすよ。で、次は入れてくるやろうと見て振る。よし。いやー、カーブでしょ。あ、やばい、抜けた。お、抜け球は来ない。ね。いやいやいや、もうねって何も言ってないですけど。でも欲しがっていく。ストライク先行。あー、来ない。頼む。
頼む。よし、打ってくれた。ランナー走らない。いやちょっとこのカーブ甘いな、位置が。よかった、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 よかった。耐えたなんかでも、調整効いてきてるよな。ツーシーム。わぁ、長身が。いや、内で張るか。うわ、ストレートや。ストレートもあるんや。いや、長身かですよね、多分ね。よく当てた。ナイス、サードも生きた。外で張ろう、外で。うわ、ツーシーム、あのツーシームあるな。高めツーシームあるな。うわ、外で張ってたのに。外で張るか、ほんまに外で張るか、これ。いやー、あ、出んので、あと出んので、あとです。厳しいね。あ、帰ってこない。変えてくれなかった。なんか今のが全てな感じするな。こいつ打たへんなって読まれたんやろな。ストレートです。この伊藤の良さ、ああ、ありがとうございました。この伊藤の良さはスタミナ D なんですよ、リリーフやのに。まあでもね、使う人の力ですよね。いやいや、ありがとうございました。なんか読み打ちであるっていう、読み打ちの人が上位にいることが僕はすごく良かったな。いやー、そうか。4300の方かな。ちょっと、数字見れなかったんですけど、いやー悔しい。ちょっとね、対戦動画とか、それから考察とかも撮影はしたんですけど、最近ボツにしてて、対戦がまずレートが上がりきらなかったっていうところですね。こちら、めっちゃ下がってる。3900まで行ってたんですけど、もうずるずると負けて、で、まあ、4000台の方とのマッチングも稀にあったんですが、撮影ボタンがちょっと押せてなかったので、ボーツボーツというところ。それから考察もね、これですからね。これって言ったらあかんけどね、沢村賞の沢村さんですけど、何ドロップって読むんかなっていうだけの動画になるので、語り継がれるストレートですよ。この方、川上さんかな。川上さんが、打撃の真髄がえげつないんですよね。ランナー二塁以上チャンスで90アップなんですけど、長打高打。そうなってくると、高打力のところがもう一個アビリティで盛れば、初の S3 になるっていうところですね。それがすごいなとは思ったんですけど、まあまあ、ちょっと二人だけで動画撮るのもやらしいかなと思って、で、特にカードも何も引っ張れずというような状況ですね。いやいや、なんか最近、チャンネル登録者が増えましてありがとうございます。昔の作品動画が伸びて、で、まあまあすごくたくさんの方が登録してくださったんで、作品動画の比率が上がってるんですけども、特に今のところ、最近の作品は見てもらえてないので、まあね、スタイル崩さず、まあスタイル崩さずというか、アピールはしたいので、やっぱり、ね、チャンネルとしてはどんどん大きくなりたいと思うから、いろんな動画も上がりますけども、 VS の雑談は絶対にやりたいので、 VS パワープロね。で、まあレトロゲームとかも入れながらやっていきます。たまたまちょっと今タイミング的にボツが多かったんですけども、今回もね、いいねー、これね、ここが低いとね、コメント欄悪口書かれたんですよね。元は4000超えてたんですよ、元は2年かぐらい前は。なんかちょっと頑張りたかったんですけど、まあ改めて、そうですね、一応スタメンもちょっとずつ変えていってるので、より上位を目指せるように頑張っていきたいと思います。では
負けてしまいましたが、ご視聴ありがとうございました。これからも高評価チャンネル登録の方もよろしくお願いします。アトリエ造形の王様ではたくさんのジャンルの動画を日々投稿しています。ゲーム実況、工房のグッズや作品紹介、配信者さんとのコラボ実況、ガンプラリペイント動画、技能検定、技能五輪解説、レトロゲーム実況、イラスト動画、ラジオ動画、ガチャ動画、古典の様子など人気作家になりたくて必死にあがいています。どれか一つでも興味を持っていただけたらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。きっと興味のないジャンルの動画もたくさん上がります。それぞれ再生リストから見やすくしているので、登録後は通知を切っていただいて、忘れるギリギリ寸前ぐらいにまた見ていただけたら嬉しいです。それぞれが見たい時に見たいもの。